な。次の休みは車で2時間かけて、ジャスコとマックとスタバとトイザラス。ラスト中尾くんの方が弾いてもらって出ました。あ、来た。田舎のヤンキー。田舎のヤンキー。なんかありがとうございます。いえいえいえ。これもうぜひ中尾くんに言ってもらいたい。僕ですか。ヤンキーって歌あるぐらいだから。そうですね、ヤンキー、まあ厚岸多かったんですよね。今どうか分かんないですけど、うん、当時多くて、そうだな、中学生、僕が中学生ぐらいの頃があのピークで、うん、僕の体験の中では全然もう僕はヤンキーとかじゃないので、うん、クリーンな学生生活を送っていたんですけど、うん、中学校1年生の時の3年生って、うん、ちょっとすごい大人に見えたりするじゃないですか。ああ、そうだね。すげえ。その時の3年生がもう、なんだろう、漫画みたいな、うん、よくね、あのこう廊下でロケット花火やってるとか、うん、あのバイク乗ってくるとかってい こう都市伝説みたいなの聞いたりするじゃないですか、うん、僕あの先輩が、僕が校舎の中歩いてたら先輩が空から降ってきたってことがあって、あの廊下歩いてたんですよね、うん、で3階建て その3階を普通に歩いてた。そしたら上に天窓があったんですよね、うん、天窓をぶち抜いて、うん、先輩がふわんって、うん、でもグッつって降りてきて、うんうん、でもう僕の目の前ですよ、うん、ザ・バリアさんすっちゃみたいに降りてきて、うん、え、何が起こったんだろうっていう混乱してるその 1年生を尻目に先輩がゆっくりこう立ち上がってこっちの方を振り向いて、もう言うなよって言うんですよ。でさあ走っていくんですよ。めちゃめちゃ怖くて何が起こったのか分かんないわけですよ。で後々知るんですけど、その先輩方が上に屋上に上がって遊んでて、でその罰ゲームで天窓の上でジャンプをするっていうやつで、あの割れないと思ってたらしいんですけど、こう割れちゃってこうスパッと降りてきて、で決め台詞が言うなよだったっていう、ただそれだけだったらしいんですけど、もう13歳の僕にはもう、うん、衝撃がでかすぎて。穏やかじゃないね。びっくりした。どうなるんだろう、これからの学園生活。場面違ったらすごいかっこいいけどね。そうですね。ダイハードとかでね、バレーンって降りてきてヘリからね、ちっちゃい子供いてね、言うなよつってさって言ったらすげえかっこいい主人公だけど、それダサいわ。だって多分言わなくてもね、言わずもかな、そういうだいぶホットな話題になったでしょ、学校内で。隠せるわけないもんだって、天窓ないんだから。どうですか、え、根室のそのヤンキー事情とかはあるんですか。いや、うちの町も大概よ、結構だった、うん、まだね、ちょっとね、直接的な先輩とかじゃないけど、上の世代とかに行くとやんちゃな人が多かったり、で、またやっぱりなんだろうね、偶然なんだろうけど、同じ世代にこうすごい人数多かったりするもんね、ヤンキーの。あー、だからもうほんとなんか6、7人とか普通に鑑別所行ったとか少年院行ったっていう、その一世代だけでね、同い年だけど、よくもまあこのサラブレッド集まったなっていうぐらいの年とかもあったり。あれ何なんでしょうね、環境がそうさせるんでしょうかね。なのかな。でもいくら一人すげえガチガチのヤンキーがいたとしても、他の何人、10人も20人も感化されてそこまで筋金入りになるかなっていう。だからな、偶然なのかな、何なんだろうね、不思議な現象です、うん、今ってヤンキーいるんですかね、その若い世代、そのヤンキーが進化したいわゆる今ドキュンと呼ばれてるような方々っていうのはいると思うんですけど、うん、学生でっているんですかね。いや、どうなんだろうな。でもそんなになんかこう派手めな話は聞かないけどね、うん、なんか今どっちかっていうとヤンキーが育ちづらい環境なのかな。なんかどうだろう、昔 SNS がない頃って対面してどっちが強いかのシンプルな話だったから、
っぱりジャイアみたいなやつが一番強くて、うんうん、だったと思うんだけど、今も SNS があるから、ジャイアン対そいつに迷惑したやつ20人で結束して、そいつが SNS 上にフィールドを移したら、なるほど、ちょっと心折れるかもしれない ね、 そうですよね。誰が言ってるかも分かんない状態で誰を殴っていいのかみたいな、うん、これは伸びたじゃなかろうかって思っても、伸びたじゃないと、あいつに聞いてもあいつじゃないと、でも誰か言ってるけど分かんないみたいな、なんかあの感じね、極端に言うとあるのかなと思って、だから拳交えて強いやつが一番っていうシンプルな時代じゃなくなったのも、多分ヤンキーが育たない原因あるのかなっていう、いいのか悪いのか分かんないですね。いや、そうだね、ヤンキー漫画がなくなったっていうのもでかいのかな。ああ、そうだね、クローズとかね。そうですよ、あった頃はね、やっぱりね、僕はもうヤンキーじゃないけどヤンキー漫画大好きだったんで、うんうん、今日から俺はとか、ああ、ろくでなしブルースとか、うん、めちゃめちゃ読んでてもうバイブル的なの言ってるね、だいぶね。そう、僕あのヤンキーじゃなかったんですけど、うん、ヤンキーに憧れてた時代があって、あ、中学校それこそ2、3年生の頃ですよ、いわゆる中二病だったんですよね、うん、きっと、うんうん、でものすごいその悪い方のヤンキーに憧れてて、うん、で、これ、まあ、今だからあれなんですけど、うん、その当時通販であるものを入手してたんですよね、うん、あのメリケンサッカーの警棒を入手して、はい、でカバンの中にあれこう入れて投稿してたんですよ、うんもう今考えたらやばいやつなんですけど、うん、胸ポケットにはあのナイフ、本当はクシュッっていうのバタフライナイフみたいなのを、はいはいはい、手に入れればなんかちょっともうちょっと剥がついたなと思うんですけど、うん、なくて、で家の工具箱に入ってたあの折りたためるノコギリを入れて、はいはいはい、ノコギリって学校終わりに裏山に行って、うん、こう一人でシュッてそれをこうナイフのようにこうパッと出してこう木を切るっていう、うん、謎の修行をしてたことがあって、である日学校にそれを持って行ったんですね、いつも通りに。そしたらヤンキーじゃないけど、うん、こう活発な男の子グループのうちの一人のちょっとこう明るすぎる人が、うん、それを見てしまったんです、僕のカバンの中にノコギリを、あの警棒が入ってる、あ、警棒がなるほど、で教科書、筆箱、警棒なわけです、うん、でうわ何それってなって、おこれ警棒だよみたいな感じで、うん、僕もこうヤンキー感ないね、そう警棒だよっってもうドキドキしながら言ったわけですよ。そしたらその日のあの帰りのホームルームで先生がちょっとお前らに話が来るわけです、うん、何だろうってみんななってるわけです。そしたらこの中に学校に持ってきちゃいけないものを持ってきたやつがいるっていうんですよ。でももうあーこうバレたと思って、うん、でも警棒とメリケンサックとノコギリですよね、うん、もう手元には、あもうアウトだと思って、うん、でも両親公務員なわけですよ、もう終わった、もう締められるわと思ってどうしようと思ってブルブル震えてたら、あのこの中にこれを持ってきたやつがいるなっつって、あの先生が教壇の下からコロコロコミックを出したんですよ、うん、コロコロコミックを持ってきてた、ちょっとあのこうなんていうんですかね、おとなしいグループの男の子2人が、はいはい、こう泣き出してすいませんって、中学校にコロコロコミック持ってきていいと思ってる、うん、でもその活発なグループはコロコロかってこうもうクスクス笑ってる、うん、せめてそこジャンプかマガジンだろみたいに笑ってすいませんとかってこうおとなしい子たちが謝ってる中、うん、その僕がくしくも同じ日に持ってきてるのを知ってしまったその彼が手を挙げて、うん、先生っつって、龍馬カバンに警棒入ってるけどいいのって言ったんですよでもうみんなしてザッてこっちを見るわけですよね、調子乗ってんなそいつで、うわもうコロコロコミックでホッとしてたのに、うん、こいつ畳みかけるかって思ってた時に先生がふって笑って、うん、中尾がそんなもの持ってるわけないだろうほら言って、相当お咎めなしだったんですよ、おおチェックもされずに、うん、顔パスですよ、ユーバーバ
で、みたいな感じにその彼も落ち着いたんですけど、もう僕それで心が折れて、あ、自分ってヤンキーに向いてないんだそういうふうに見られてないんだと思って、こうこっそりそれをあのヤンキーやりたい別の友達に、うん、あの譲渡するっていう、あ、なるほど青春の1ページ警棒か、警棒案外ビビってたかもしれない先生もね、あ、なんか取りに行くあのちょっと仕草したら俺行くぞみたいな顔に見えたんじゃない中尾くんが、あ、そういう感じ、うん、もうブルブル震えてましたけどね、 それが逆にこうあれですかね、怖い目になってたのかかもしれない俺の武器に手触れるだったら行くぞみたいな感じに見えたのかもしれない、ちょっとビビってね、そうだ、そういうやっぱり体験があってあのヤンキーって曲はできたんだ、じゃあそうですね、ああ憧れです、あれは。だから、あ、そうなんだ、え、憧れなの憧れですね、ある意味こう怖い、怖いですからやっぱり、まあまあ、けなしたくはないですよ、うん、ただあのなりたかった自分もいるんですよね、あ、いやそうだよね、そこはね、俺もやっぱり怖いけど憧れる先輩っていたもんね、だって絶対可愛くなかったですか、ヤンキーの先輩の彼女って。いたいたいた、あ、何なんですかね、何なんだろうね、だからなんかその街がそうなのかもしれない、強いやつに憧れるっていうもう北斗の拳の話ですよねそうそうそう、世紀末感がすごいですけど、そうだから中学生とかの一時の時期の話なのかなって俺思ってたんだけど、うん、案外そうでもなくて、だからこの同じ地元ね、根室も厚岸もそうだと思うんだけど、可愛いなって思う子とかって大体そうこういう車に乗ってドゥ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 ってやってる車の助手席に乗って一緒にってこう車庫端で足回り硬いからみたいになってる子がいたりして、そういう子ってやっぱりあれだもんね、二十歳過ぎたらもう助手席乗るときはここに子供抱えてたりするから、あ、そうですね、早いね、だからなんか言葉選ばなきゃあれだけど、佐世子ちゃんなんだよねやっぱり、そういう子って案外ね、ヤンキーを渡り歩く佐世子ちゃんの、だいつか俺もヤンキーじゃなかったから、そういうなんかガチガチのヤンキーと付き合ってて怖えから手出せない女の子とか、あ、怖えから仲良くなれない女の子っていたけど、うん、大人になったら普通に接することできるんだろうなと思ったけど、うん、やっぱりこうガチムチなやつに行くんだね、ずっとだもう DNA なのかもしれない、この田舎の。でも、で、あ、そっか、なんか小学生だと足速い男の子好きみたいな感じで、うんうん、力強い人好きっていうのはやっぱあるんですかね、本能的にあるんじゃないですか。あ、やっぱあるのかもしれないね、田舎、東京、なんかイメージですけど、うん、歌舞伎町とかもなんかそんなイメージしません、なんかこうヤクザの女の人ってなんかすごい綺麗な人な、あ、そうだね、テレビの見過ぎなのかもしれないですけど、うん、でもなんかそう権力というかなんか力ってもう権力の象徴だもんね、うん、なんかね、確かにそこに憧れるのも分かるな、うん、でも優しい男もモテてくれないとやっぱり中尾くんも困るから、そうですね、うん、世のねこう僕と似た属性のそうだよ者たちがね、警棒をカバンに忍ばせて一時ね、やっぱり忍ばせてたような人間がやっぱり世の中にいるからそういう人はねもうちゃんとね当たり来てくれないでさ、女の子のさ、そうですよ、でもギャル系だよね、美人だけどなんか、うん、そんなことないかな、清楚な子はあんまりいなかったかな、あ、そうですね、うん、確かに大体髪が茶色かったり、うん、女の子も中学高校になるにつれてだんだんとそういう風に夜のお姉さんのファッションとかに近いのに憧れていくみたいな、うんうん、根っこは一緒なのかもしれないね、うんうん、女の子ねっていう田舎のヤンキー話でしたけど何の話になったか、いやいや、ね、いやこれ全部出ました、課題になりましたね、いや初めてだったけど中尾くんどうでした今日は、いやこれ大丈夫ですかこれ、いや俺全然いいと思う、取れ高あるよこれ流す、これ流すですね、流すだからだいぶね喋ったね、これはあれなんですか、今後はそのいろんなゲストの方が来て、うん、こういった感じでトークを進めていく番組になるんですか、
いやもう中尾くん以外とはやらない。マジっすか、うん、中尾くんその毎回いろんなテーマでそうだねしていく。ただ仲のいい友達みたいで、ね、そうだったらねいつかは尽きるかもしれないそうだね。でもね3人4人とかでもやりたいなっていうのもあるし、あ、いいですね、なんかこうゲストそうだねいれば来てほしいなっていうのあるんだけど、うん、結局中尾くんとゲストとかでもいいしねえ俺はそっちカメラのそっち側に回って総合演出みたいなそうカンペ出したりする役でもいいしそう何にもまだ方針の決まってない番組だから、いやゆえの楽しみ。そうですね、なんかいけるなっていう確信あった。今日これダメだったらもうこれ流してもうこのコーナー終わりにしようと思って今のところまだ編集見てないけど多分次もやりたいなって思う企画だと思う。全然他にもいろんな面白いこと企画考えてるんで、どん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 出ずっぱっちゃってくれ、お願いします。よろしくお願いします。じゃあということで、コンビニ閉店24時第1回は尽きない話でした。また次の動画もスローペースに配信になりますが見てください。よろしくお願いします。お願いします。バッとトイザラス。